原子力潜水艦は、ソビエト連邦海軍、ロシア海軍が運用していた、巡航ミサイル潜水艦の艦級に対して付与された、NATO コードネーム。ソ連海軍での正式名は675型潜水艦であった。対地巡航ミサイルを主兵装とする659型をもとに、対艦巡航ミサイルを装備するよう改め設計した、ものであり。 ソ連海軍の巡航ミサイル憲戦としては初めて、対水上攻撃を主任務としていた。静粛性に欠け、またミサイルも浮上して発射せざるを得ないなど性能には、制約が多かったが、貴重な対水上打撃力として29隻が建造された。本型は、先行する659型をもとに、その主兵装を P-6 対艦ミサイルに転換したものである。 659型は627型攻撃型原子力潜水艦を元に P-5 対地巡航ミサイルを搭載するよう改め設計したものであり、1960年代初頭には弾道ミサイル搭載潜水艦を補完する対地火力としてソビエト連邦の核戦略の一翼を担っていた。しかしその後、潜水艦発射弾道ミサイルの配備進展に伴って、 対地巡航ミサイルの価値は相対的に低下する一方、仮想敵となるアメリカ海軍空母機動部隊においては E-2A 相機警戒機及び F-4 環状戦闘機の配備によって制圧範囲が拡大しており、従来の魚雷を主兵装とする在来型潜水艦よりも強力な対艦攻撃戦力が求められていた。このことから1956年、 以前 P-5 を開発した第52設計局は、これを元にした対艦ミサイルの開発に着手した。そして同年8月、以前659型を設計したルービン設計局は、これを主兵装とした対艦任務の巡航ミサイル原船の設計を開始した。これによって開発されたのが本型である。本型のイメージ図、上記の経緯から本型の設計は、 おおむね659型のそれを踏襲している。しかし一方で、659型が P-5 を6発搭載していたのに対し、本型では8発搭載するよう要求されたことから、排水量は20%増大した。一方で、主機関は627型以来の VM、A カツ水型原子炉2期によるに、軸水進とされていたことから、速力は10%低下している。 戦体素材が定時成功であったことから、気泡や腐食の問題が多く発生し、また、原子炉の問題と推進機の高回転数のために、水中放射雑音は、比較的、大きかった。なお水中放射雑音については、同系統の手機を搭載した627型においては、5から 200Hz における、離散周波数騒音は170デシベル。 1kHz においては150デシベルとされていた。また本型の主兵装となる P-6 対艦ミサイルは 450km という、当時としては、長大な射程を誇っていたものの、発射時には P-5 と同様に浮上する必要があり、浮上後にコンテナに15度の行革をつけるため、発射準備時間は3分を要した。また発射後も、 ミサイル本体のシーカーで目標を追尾できる距離に接近するまでは艦上のオペレーターが誘導する必要があり、その間、艦は先行できず非常に脆弱な体制を強いられた。蒸気のような制約にもかかわらず、本型はソ連海軍が概洋に展開できる最有力の対水上打撃力であったこともあって、 1962年から1967年までに29隻が巡航し、ソ連海軍厳選史上で最多数の SSGN となった。このように多数が運用されたこともあり、本型からは多くの派生型が生まれている。これらの階層型も含めて、1994年までに全艦が退役し、運用を終了した。ありがとうございます。